平野ノの新たな一面が明らかに。防具ジャパン8月号で魅力全開。世界へ羽ばたく平野ノの今。防具ジャパンが捉えた真実とは ?2024 年7月1日に発売予定の防具ジャパン8月号は、ファッション界だけでなくエンターテイメント界全体に大きな話題を提供しています。この号の特集は、 27歳の平野翔がソロで表紙を飾るというものです。彼の独占撮影とインタビューが掲載されることに多くのファンや読者が期待を寄せています。平野翔は俳優としてもアーティストとしても多彩な才能を発揮しており、その成長過程や現在の心境について深く掘り下げられたインタビューは非常に興味深いものとなっています。 平野翔が初めて防具ジャパンの表紙に登場するというニュースは多くの人々にとって驚きと喜びをもたらしました。彼のキャリアは多岐にわたり数々のドラマや映画での演技が高く評価されてきました。彼の表情や坊主一つ一つに込められた感情が独占撮影を通じて写真に収められています。これらの写真は彼の魅力を余すところなく引き出しており、 ファンだけでなく、彼を初めて知る読者にとっても強く印象に残る内容となっています。さらに、今回の号には平野翔の独占インタビューも掲載されており、彼の内面的な部分にも光が当てられています。彼がこれまでどのような挑戦を乗り越えてきたのか、どのような思いで現在のキャリアを築いているのか、そして未来に向けてどのようなビジョンを持っているのかが語られています。 彼の言葉からは、常に新しい挑戦に果敢に立ち向かい、自分自身を成長させ続ける姿勢が伝わってきます。このインタビューを通じて、読者は平野章の真摯な姿勢とその裏にある努力を深く理解することができるでしょう。防具ジャパンの8月号は、平野章の特集だけではなく、他にも魅力的なコンテンツが満載です。その一つが、 最新のスポーティーアイテムを紹介する特集です。スポーツウェアは近年、ファッションの一部として定着しつつあり、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが多く登場しています。この特集では、世界のトップオリンピアンの肖像も掲載されており、彼らのライフスタイルやトレーニング方法についても詳しく紹介されています。これらの情報は、 スポーツを愛する読者にとって非常に参考になると同時に、新たなファッションのインスピレーションを提供してくれるでしょう。また、自己肯定感を高めるためのビューティーアイテムや方法を紹介する特集も見逃せません。現代社会において、自己肯定感を持つことは非常に重要です。自分自身を大切にし、より自信を持つための手助けとなる情報が満載です。 多くの人々が日々の生活の中で感じるストレスやプレッシャーを和らげ、よりポジティブな気持ちで過ごすためのヒントが詰まっています。これらのビューティーアイテムや方法を取り入れることで、読者は自分自身をもっと好きになり、自信を持って毎日を過ごすことができるようになるでしょう。平野翔のインタビューでは、彼がどのようにして現在の地位を築いたのか、その成功の裏にある努力や苦悩についても語られています。 彼のキャリアは決して順風満帆ではなく、多くの困難や挑戦を乗り越えてきました。その過程で彼が学んだこと、得た経験は、彼の演技や音楽に深い影響を与えています。彼の言葉からは、どんなに困難な状況でも諦めずに前進し続けることの重要性が伝わってきます。このような彼の姿勢は、区の読者にとっても大きな励みとなるでしょう。また、 インタビューでは彼が現在の成功をどのように受け止めているのか、そしてこれからの目標についても語られています。平野翔は国内だけでなく国際的な舞台でも活躍を目指しており、そのためにどのような準備をしているのか、どのようなビジョンを持っているのかについても触れられています。彼の視野は非常に広く、常に新しい挑戦を求めています。彼のグローバルな視野と挑戦への意欲は、 読者にとっても大きなインスピレーションとなるでしょう。BOG JAPAN 8月号の特集には、ファッションやビューティーだけでなく、ライフスタイルに関する記事も豊富に掲載されています。例えば、現代の都市生活における健康とウェルビーイングに関する特集は、多くの人々が関心を持つテーマです。忙しい毎日の中で、どのようにして自分自身の健康を維持し、 精神的なバランスを保つかについてのアドバイスが満載です。これらの記事は、読者がより充実した生活を送るためのヒントを提供してくれます。特集の一つとして、デジタルデトックスの重要性についても取り上げられています。スマートフォンやソーシャルメディアが日常生活に深く浸透している現代社会において、デジタルデトックスを行うことのメリットについて詳しく解説されています。 デジタルデトックスとは、一時的にデジタルデバイスから離れることで、精神的なストレスを軽減し、より健全な生活を送るための方法です。この特集では、具体的な実践方法や成功事例が紹介されており、読者が自分自身の生活に取り入れるための参考になるでしょう。さらに、b o ジャパン a n 8月号では、最新のファッショントレンドも紹介されています。 季節の変わり目にぴったりのアイテムやコーディネートの提案が満載で、これからのファッションシーズンに向けてのインスピレーションを提供してくれます。特に持続可能なファッションに関する特集は、環境意識の高まりとともに多くの読者にとって重要なテーマとなっています。エコフレンドリーな素材を使用したアイテムやサステナブルなファッションブランドの紹介など、 読者が環境に配慮した選択をするための情報が豊富に掲載されています。BOG JAPAN 8月号のもう一つの魅力は世界中のクリエイターやアーティストのインタビューです。彼らの創作活動の裏側や作品に込められた思いについてのインタビューは読者に新たな視点を提供してくれます。これらのインタビューを通じて読者は多様な視点や価値観に触れることができ、 自分自身のクリエイティビティを刺激されることでしょう。ボーグジャパン8月号は、平野翔の独占特集を中心に、多岐にわたるテーマをカバーしています。ファッション、ビューティー、ライフスタイル、健康、そしてクリエイティブな世界に至るまで、幅広い内容が詰まっています。この一冊を通じて、読者は新しい情報やインスピレーションを得ることができ、 自分自身の生活にポジティブな変化をもたらすことができるでしょう。特に、平野翔のインタビューは、彼の魅力を再確認し、彼の今後の活躍に期待を寄せるきっかけとなること間違いありません。防具ジャパン8月号は、ただのファッション雑誌にとどまらず、読者の人生に豊かさと深みをもたらす一冊です。これからの季節に向けて、 新たなスタイルやライフスタイルの提案を提供してくれるこの号をぜひ。